君たちが動物園に突入してくれ。そして中で存分に暴れてほしい。 M の相手は全面的に任せる。スダーリスは現れたらうまく立ち回ってこっちへ連れてきてほしい。簡単に言うなよ。相手はレガシーだ。やるかやられるかになる。そもそも身柄拘束なんて無理ですよ。堂上さんもそれは期待していない。私たちにはレガシー戦の実績があります。スダーリスは任せてください。その実績をこっちも欲しいんだ。わかるだろ。そんな理由。いざって時に寝ていたやつは黙ってろ。頼む。今メアに一番必要なものは自信なんだ。とにかく暴れましょう。遅すぎ。楽勝。ふっ。あ。はっさ。ふっ。はっ。おうよ。任せて。ゴリは意味がない。気をつけよう。任務完了。完璧。今だ。スダーリスはどこ？任務完了。完璧。
機嫌だな。人んちで好き勝手やりやがって。おかげでお前らの手の内は分かったけどよ。真壁総空はどこだ。はあ、総空は女と会ってる。次期ギルド総帥候補だってさ。女って深町も知らん。次のトップはあなたじゃないの。勘弁してくれ。私は須田家の娘。無理無理。ああ、この感覚レガシーじゃないとわからないか。モンスターを渋谷にばらまいて力を誇示してるとか聞いたかな。邪水もいいところだな。そんな気は全然ないから。それならなぜ。楽しいからに決まってんだろ。総空はあれもこれも何もかも自分の仕切りみたいに見せたがる。その総空がいよいよ自分のことで精一杯。23日の誕生日に死ぬらしいぞ。だからこっちは好き勝手やる大チャンスなわけ。アナザーを駆けずり回ってモンスターを捕まえて調教、飼育、魔改造までしてさ、そのコピーを街に放つんだ。楽しいぞ。なるほど、真壁総空の気持ちがわかるな。あなたにギルドは任せられない。それ挑発？乗らないよ。私も同じ意見だからね。私は本当楽しいことだけしていたい。自信満々のガキがモンスターに食われてギャン泣きするのを見るとか、もう最高。聞いてて恥ずかしいわ。そうか、私の中に自分を見たって。黙れ。ほら行け。相手してやるか。後悔すんじゃねえぞ。てめえか、狼髪に噛みついたってやつ。あなた、うらうら、他の幹部とは違うよ。甘い。生きた。甘い。よし。はっはっ。いいね。西島さん、余裕。よし、ハク。そうよ。任せて。てめえらもっと楽しませろよ。サンギスミナスポテンティア2。魔を切り裂け。血の金の天下。もう終わりか。なかなかやるじゃねえか。おいで、私の可愛い子、アルザ・ラム。なんだよこれ、最高じゃねえか。まだやんのか。嬉しいね。それ見切った。今だ。知ってた。わかるわかる。なあドール、黙れ黙れ黙れ。ふけ、後進の嵐。ああ来た、そろそろ終わらせるわ。手柄を譲るって約束だったけど手強い。やばいの。これを譲るなんて無理。余裕。
任せて。まさか。サンギスメナスポテンティア2。魔を切り裂け、白金の天候。任務完了。完璧。聖杯取られたら、そうく怒るからな。あいつ怒ると怖いぞ。倒したのか？約束が違うぞ。選択の余地がありませんでした。いや、どうだかな。こんな時にメアに仕返しとは。西島、道後、ウカイ、小さいぞ。言い返さなくていいのか？いいの、図星だから。すっきりした。ありがとうよ、切り墨目黒。最近のバタバタで疲れやすくなってね。モアがいないから悪いね。俺の血はどう？見た感じはいいよ。でも遠心分離してそれからじゃないとわからない。吸うのかと思ってた、吸血鬼みたいに。そんな野蛮なことはしないよ。メアはどうだった？そりゃね、絞られたよ。約束も全部保護にされた。スダーリスを倒したのに。残念ながらそれが向こうの心象を悪化させる材料になった。メアはオールを、特に君を特別警戒対象にするってさ。なんだそれ。でもメアなんかもともとどうでもよかったから、俺は俺で好きにやる。最近君が心配でね。君の自己中心的な言動が世間にどう受け取られるのかなって。過去歴史を大きく変えた人物には多かれ少なかれ君と同じ傾向がある。でもね、世界が変わってしまうとその地位は長く続かないんだ。時代を切り開く力と維持する力は全く別なんだろうね。力で地位を得た者は新しい力に倒される。別に支配するとか地位とか考えてないから。君と過ごすようになって僕は自分の本心を知ったよ。毎日好きなことをして暮らしたい。昔は研究で、今はオールの活動。不満はあるし口にはするけれど、世の中そんなものだと思っている。大きな変化は望んでいない。それなのに俺に声をかけて、情報くれて、応援して、あれは何だったんだ。あの日吹いた風のせいかもね。俺のせいだっていうの？そうじゃないけど、まあ今では君自身が風みたいなものだから。俺の血を抜きながらそれを言う？責めているわけじゃない。悲しいよ、一郎さん。